ついに終わりましたね。ドリスピ GP 第10回。なんとかね、今回トップ1000に入ることができました。いや、実はですね、トップ1000に入ることは、ドリスピを初めてなので、すっげえ嬉しいですね。じゃあまず報酬から受け取っておきましょう。で、このチケットなんですけど、 D1 の EX チケは引いたことあるんですけど、普通のスピリットチケットの EX は実は引いたことがないんですよね。ハミングバード、ハミングバードで合ってるんですかね。で、アバターね。はい。いやー、もう別に取る気はなかったんですけど、松風の育成も含めて、じゃあイベントやるかって話になりまして、結局松風かなりアイレベル上がりましたね。クリスマス前でしたっけね、手に入れたのは。83まで上がりましたよ。燃料消費量も300、燃費いいですよね、本当に。こんなに早いのに、ほんとスペックおかしい。それはともかく、まずこの GP オーダーやっつけちゃいますか。8連だけですけど。まあまあ何も期待せずに、今僕は箱が欲しいだけなんですよね。ハイエースはよく出るよ、ハイエースに愛され、やっとこいつね。イベント中星7パーツを2つも作っちゃいましたね。別に後悔はしません。まあいいでしょう、箱が落ちましたから。それではお待ちかね、スピリッツオーダー EX いきましょう。確率が上がっているハミングバードはありましたね、 10% です。ハミングバードは、まあ確かに星5も欲しいんですけど、まあその方が星6プラプラにしやすいですからね。でも今僕が欲しいのは LFA か14R の ZN6 ですよ。ずっと気になってたんですよね。もうどうせなら全6全部欲しいなって思って、 GRMN が当たってからそう思いました。コウ自身も欲しいしね、欲しいものいっぱいだわ。赤トンボもグレイハウンドも持ってないし、星4の中で欲しいのがいっぱいあるね。まあ一番欲しいのは 14R、 その次に LFA って感じですね。そんじゃ別に期待しないでください。サンタさんお願いします。ダーン。サンタさん何？あれ、微妙だな。それじゃあハミングバード見ていきましょう。ハンドリング高いですね。ニトロ性能も低い方ですし、加速高速は平均的なんでしょうかね。低いのかな。ホイールはこんな感じ。こういうシンプルなホイールとか似合いそうですね。この渡辺とかもいいな。横浜も似合う。これとか似合いますね。これで行こうかな。車高も上げ下げできますね。べったりはちょっとね。まあ僕はキャンバー角とかは全くいじらないでそのまま走る感じですね。したら星6ですけど、ちょっとパーツつけてみましょうか。やっぱ燃費いいですね。291、高速性能3829、加速2875、
ハンドリング4083、ニトロ性能4738。いいですね。使いやすそうです。それじゃあ走ってみますか。もうニトロもガソリンも全くありませんけど、一回限りですね。おっと、ここで応戦バトル、ゲイリーさんから来てましたね。じゃあゲイリーさん失礼します。自身の戦闘力めっちゃダウンしてますね。仕方がないっすよね、これは。いや、今回のイニシャル D コラボ楽しみですね。雨かける翼って、あれ、常時羽が生えてるっていうわけじゃないんですよね。それじゃあ行きましょう。おっと、見せたぞ。スピってるよ。グダグダ、負けたし。ちょっとこれじゃ分かりづらいかな。いやー、申し訳ないです。ロケスタミスっちゃってるし。はい、これでニトロはゼロ。見事ですね。あっけないな。悔しいけど、ここまでにしましょう。はい。